ははい皆さんこんこにちは村長ですもうトゥーントラックの回し物かというぐらいですね EasyKeys2 これが出てからですね EasyKeys2 だけじゃなくって Easy シリーズ全般について連携であったりとかそんなお話を連日やってる村長ですけれども今日もですねタイトルにもありましたように「セレクト」というテーマで今日はお話をしていきます。 セレクトというのはグルーヴのチョイスのところですこの辺のところはですね簡単なことです今日は難しいお話はしませんでもですねほとんどのユーチューバーの人とかが話していないような簡単なんだけれども重要なことそれをお話ししていきたいと思っています皆さんは通常このように今全くセレクトがない状態でですね たくさんのこのグループがあります。それを絞り込んでいくときにですね、まずはジャンルを選んでみたりですね、それのうちのスイングしているものとかいうふうにすると、この部分にですね、その検索の種類というのが出てきます。またこの赤いところを押すと全てクリアになって、全部の検索結果が出るわけです。このようにして検索をできますが、 イージーキーズの中にはタップ to ーファインドという他社ではないようなこんな便利なですね道具があります。これはクリックリズムというのを押してですねそしてここに出てきたこれをタップするとですねこのようにですね 自分がタップしたものが出てくるわけですこれではなかなかうまくマウスを押せないそういう方はキーボードででもできるようになっていますタップするよりもここでこのように入れる方が便利ということもあります一旦クリアにしますこうやってですね 力もできますし伸ばすことそういうこともできるようになっているわけですでもこれはできるけれどもしないでもいいんじゃないかそういうようなお話をしたいと思いますキャンセルをして戻りますまず聞いてみますはいこんな白玉和音がありますもしくは こういうフレーズもありますこういうい時にそうそうこんな感じなんだけれどもこれに似たのが欲しいなと思った時にですねこのタップトゥーファインドっていうのはあまり有効にはできません。これはこの下の右ドロップゾーンというところにこうやって持っていけばこれとよく似たものが出てきます。パーセント表示もありますのでこれが 今、入れたももののと同じものです。そこからはいここ68%になっていますからだんだんに離れていくんですけれども上位3つ4つぐらいまではですねよく似たフレーズが簡単に出てきますので。 タップトゥファインドを使うというよりもここにドラッグするそれが一つの方法だと思います例えばこのように刻んでいるものがありますはいこれをこちらへ持っていくとこういうものばかりになりますどこをやっても タップトゥーファインドに近い使い方で選ぶとですね僕が今までよく使ってたこれに似たものを探す時に右クリックをしまして「小シ,シミラーグルーブス」これをやるとですねこれに似通ったものが出ます。でもですねここにはパーセント表示はありませんよね。これは EasyKeys のグルーブが管理しているカテゴリーと言ったらいいんでしょうか そういういもの、ここにポップロックカントリーのスタンダードでスイングしているものみたいなそういうようなものの中でシミュラーいわゆる同じよううなもののというのを選んでくれるだけなんでです。でも先ほどやりましたものはビートいわゆるリズムを中心にやってくれるのでそれの方が自分の理想に近いものが出てくる。ここれととっても重要なことなんです。 そしてここにインテンシティというのがあります。どれもが案外大きな音、いわゆるベロシティがそこそこ上がっているものになります。もちろんこのベロシティで下の方にドラッグドロップをすると入るようになっています。ですけれどもこれから二つ目のポイントを言います。この上のところを見てください。ここでオクターブの調整とかができるんですが、 これを、どの解説ユーチューバーさんも、あまり話していません。同じこのフレーズで、ここを変えると、上げます。下げていきます。はい、このように、今かなり低くなりました。 これをこここにドラッグすするとですね、この2つはフレーズは一緒なんだけれどもレンジが違うところを持ってきてるわけです5小節目ぐらいから聞いてみましょうこのようにですねオクターブが変わっていますよね。ですから、 こことっっててももも重要ななんんですすちろんベロシティも同じようになっています例えばこれちょっと大きいなと思ったような時はですねこのベロシティを少し下げます。今28というのにしました。どれだけ下げたとかというのはここにベージュ色のアイコンが出てくるようになっています。 オクターブをちょっと一つ上げておきますそうすると2つのベージュ色のボタンが出ていますこの状態でですね同じフレーズをドラッグしますそうしますとこんな感じになりますこのようにしてグルーブチョイスをするときに このように自分のイメージ感を作っていくことができるこれがこの上の方の上方つですその他にもここにスピードを変えるこういう機能やトゥーントラック社が開発した時のスピードにするためのオリジナルというのもあるんですけれどもまあそれと同じようにこちらにはソングのキーのオリジナル 例えばこのグルーブをレコーディングした時に弾いたその時のキーですね F で弾いたとか C で弾いたとか今言ったこの2つとかは覚える必要はあまりありません。重要性はは少しし下がります。す。覚えて欲しいのはオクターブとベロシティですもちろんこのベージュ色をバッテンしますとこのようにリセットされるということも覚えておいてください。 次なんですけれどもクリアオールをします。たくさんある中でどうしても自分が見たいものありますよね今バースの0にいわゆる A メロとか B メロとかそういう時ですねそういう風にここが選ばれていますこの上に MIDI とかネームとかあるんですが Excel の表計算とかと同じようにですねここでソートできるわけですここでネーム というのを押しますとそうとされるわけですねですからインテンシティというところを押すとですね小さい文順もしくは大きい文順このように変えることができますここでバーというのを押してみてくれたらちょっと面白いアイデアが出てきますこんなの入ってたなんて知らない人もたくさんいてるんですね例えばこういうのです 小節のところにはこういうものとか基本になるようなもしくはこういう白玉これはまあ白玉といってもですね1小節に4つある4分音符の白玉ですけれどもまあこういうのがいっぱいありますこれのの場合だったら2分音符の白玉です。 このようにですね少し変わった1小節ものというのがこの辺に出てくるわけですここらをうまく検索すればですね基本パターンというのが出てきやすくなります2小節ものにもこういうものがありますエンンディングに使えそうなものですね。あとは基本のアルペジオ いいですね。こんなエンディングに使えそうなものもありますこういうことですからこの一番上の「からむ行」と言ったらいいんでしょうかこういうところをですね今のように検索するとそういうフレーズが出てくるこれも上手に使ってくださいそして今度は「サーチ。この「サーチのところで「 例えばスイングしているものをしたいっていうような時に「SW」と打ちかけたらもう「スイング」とつきそうなものがこのようにリスティングされます。ですからここで「スイング」というのを選ぶと全てスイングしているものが出てくるようになります。ちょょっと聞いてみましょう はい、小説の後半といったらいいんでしょうかそこで「タッタトン」とこうなりましたしはい100%の「羽ではないですけれどもちょっとスイングしているものこういうようなものが全て出てくれます。ですからこの検索をしていったらいいんですが新たに検索するときは「 まずクリアーオールを押していただくそれが重要ですそしてですねもう一度ここにいろいろ入れてみます例えば4分の4 4分の4を押しますとこのようなリストが出ますのでこれで4分の4ばかり出ました4分の4でスイングとしたいときはこのようにしてスイングとすれば4分の4スイングになりますここに出ているものは アンドでつながっていきますのでアンドかオアのアンドですね日本語で言えば「勝つ」というやつですけれどもそのようにして検索を絞り込んでいくこれもとっても便利ですので検索これを上手になるとですねグルーブ選びがとっても早いわけです。もちろん僕が今までよく解説してきていましたですねこの右の「シミュラーグループス」 これは上手に使ってほしいんですけれどももう一つですねセレクトコンンティニングフォルダーというのがありますこれはですね同じフォルダー内に入っているものをこのように選択してくれるようになります。ですからこれはずっとたどって「d o w ー r p 1 6 0 b p m の「A」というパターンこれを押すと「B」というパターンこのようにですねまた似通ったもの というのが出てくるようになるわけですこれが右クリックにおけるセレクトコンティーニングフォルダーこれを忘れないでくださいこの2つが重要になりますそしてこの Search with Tap to Find というのはドラッグしたこのやり方と全く同じものです でですすすかから、これはドラッグの方がなんか覚えやすいですよね。自分の覚えやすい方でやっていただいたらいいと思うんですけれどもそしてですねはいこれから用意ドンでグルーブ選びをするという時はここのエリアをですねビューンと拡大しますと初期ではこれぐらいの種類が入っているということで皆さんここで隠れている時はスクロールすればわかるというもののですね こんんななな分のののていいいいううがあったのか、耳だよという方もおらられるぐらいじゃないでしょうか。このようにですねスクロールで隠れているものがありますのでじめ案を決める時はですねこうやってビューンと伸ばして全体を見ていくとですね有料のグルーブスなんかを買うとですねこれが増えてくるということもありますのでこれも簡単でとっても重要な 一つの操作方法というふうに覚えておくといいでしょう。このようにですね、今日は選択の方法これをお話しさせていただきました。そしてこれらはですね、他のシリーズでもほぼ同じような操作性になっています。E.G. ドラム3でやってみましょう。グルーブエディターを出します。そうすると同じようにドラムなんかはこれがとっても重要ですよね。 こうやってドラッグドロップするとほぼ同じようなグルーブが出てきますこれは100%のそのものですハイハットがオープンしていますね このように特にドラマー3の方ではですねこれがとっても重要な役割を果たしますしあとの検索方法とかソーティングの方法とかは皆同じように使えますのでこのようにバー1というようなものにはですねフィルに相当するようなものがありますのでここらを上手に使うとですね とってもいいんじゃないでしょうかそしてバー2の方はですね二小節目の後ろなんかがちょっとフィルが入ったものそういうのがあります <music> こういうようなパターンが探しやすくなっていますのでもちろん上の方でフィルというのを選んでもいいわけですけれども Google と一緒でですね、皆さん検索上手になってですね自分のイメージしたものを早く出してくるといろんな検索方法を研究していただいてですね使っていただけたらより時短でグループ選びができるんではないでしょうか今日はグループのチョイスということについてお話をさせていただきました村長スタジオでした